島根広島県道5号浜田八重加部線の紹介をしていきます。浜田八重加部線起点側浜田からスタートしていきます。国道186号線から分かれていく形でスタートしていきます。国道186号があるのに県道5号がある理由よく分かりませんが、これも国道指定される予定の道路だったのかもしれません。しかし国道指定されませんでした。理由は走ってみると県道区間があったり迷路のような部分があります。特に浜田側迷路の様相が見えてきます。山に分け入っていくとラウンドアバウトが出てきます。道は最初の10キロは 1.5 車線から 1.8 車線ほどの道で山を分け入っていきます。ラウンドアバウトが出てきます。ここで県道5号線は広い方へと行きますが、本当はまっすぐなようです。距離はどちらに行っても変わりません。右に行った方が楽で、国道261号、県道41号を経由し元の道に戻ります。その先、島根県の山間部浜田市の広い山中を走り邑南町に入っていきます。邑南町に入っても道は 1.5 車線から 1.8 車線ところどころ2車線となっているような感じです。だらだらと山を分け入っていき、瑞穂インターまでぼちぼちと走っていきます。美しい川沿いを走っていきます。電波の風景に癒されていきます。広島県境との山を接するところの分かれ道が多くあります。そして県道50号線と分かれると峠越えに入っていきます。この道の峠越えは三坂峠という峠になります。この三坂峠の部分は急坂、小カーブが続くので気をつけて走行していってください。三坂峠の部分にはスノーシェルターが覆っています。標高は580メートルとなっています。浜田市邑南町から抜けると広島県に入り北広島町に入ります。浜田自動車道と並走している道路となっています。集落までは 1.5 から 1.8 車線の道がまた続いていきます。そして大麻町に入っていきます。ここまで単独区間で 62.3 キロもある道となっています。その先、国道261号線と重複し木戸広島町内を走っていきます。千代田まで国道261号線と重複していき、千代田から八ダムの方に向かって入ってきます。国道261号線とは12キロの重複となります。261号から分かれて郷の川の八ダムの周りのダムサイトを走っていきます。川の割にはなだらかなカーブが続いていきます。途中パーキングエリアがあったりします。八千代湖で八ダムを越えていきます。そして八ダムの下のところで国道54号線勝田交差点に出ます。 13.7 キロの単独区間となります。そして出雲街道国道54号線とまた重複して広島市内の方へと降りていくようになります。この道、国道186号線浜田起点の道、江津起点の国道261号、そして出雲と松江の間のからスタートしていく国道54号線と3つの国道をまたいでいく国道と県道となっています。県道よりも国道といった方が通じるような道ではありますが、なんで県道なのかもよく分かっていません。そして国道54号線を下っていきます。郷の川からは離れて瀬戸内海側に注いで川の
蕨川に沿って国道54号線は降りていきます。5キロほど重複すると上根というところにやっていきます。旧道と書かれているので県道5号線とは分かりにくいところとなっていますが、旧道の方に入っていきます。国道54号線はまっすぐトンネルで抜かれていますが、県道5号線は川沿いに沿い降りていくようになります。カーブがありますので気をつけて走行してください。県道5号線をカーブで降りていくと、最後国道54号線と信号交差点かと思いきや、最後は普通に高速の合流のような形で国道54号線と合流していきます。最後の合流の時、譲り合いの精神で入っていってください。単独区間は県道5号線は83キロ、重複区間が17キロある道となっています。総延長は100キロ若干超えて 100.1 キロもある道となっています。県道にしてはかなり長い県道となっています。3つの県道に分かれてもおかしくないような道ですが、浜田八重壁線として1本の道で、広島県の浜田市から島根県の浜田市から広島県の広島の壁までを結んでいる道となっています。ご視聴ありがとうございました。